山の横を徹底したけれども、何か荒山先生から指示はありましたか？いや、別にその指示っていう、岸の、感じ取った、感じで、レースで。このレースは圧倒的な人気を集めた、赤木スティーブを追いました。やはり気にしながらレースを進めて。いや、後ろから、早めに上がってくるってことを、大体予測はしたんですけど、得点の中で、足色がね、ちょっと、重くなった感じがしたので、これを合わせるかなと思ったんですけど、一旦かわしたんですけど、この僕の方がね、今度はまた進まなくて、また差し替えされてしまったんですけど、能力というか、勝負根性を、出してくれると思います。内田騎手、初戦を制されるのはこれで2回になります。前回は圧倒的な人気を背負って、今回はそうではない立場で制されたわけですが、どう気持ちに違いはありますか？そうですね、人気で勝つと、後ろが、プラスに起動して、いい人気になっていないですし、それほど気持ちがないので、結構渡していかなきゃいけないのは、よかったなと、自由というふうに思います。それでは最後にファンの皆さんの一言をお願いいたします。はい、もしくはいろいろ、ありましたけど、夢が多いですね、ことができたので、その日にね、こうやって大きなレースをやったことで、本当にファンの皆さんに、関心者の皆さんに、本当に感謝しております。ありがとうございました。